高島伊沢は、日本のオペラ演出家、プロデューサー。長野県高東町出身。1975年、駒沢大学経済学部卒業。東京ドイツ文化センター語学部に勤務。1979年届く。ミュンヘン大学演劇科を経て、ウィーン大学大学院演劇研究科修了。その間、ミュンヘン、バイロイト、ウィーン。 ザルツブルク等の歌劇場で照明スタッフ、舞台監督、演出女子等として、研鑽を積む。A.A. バーディング、M. ハンペ、W. ヘルツオーク、H. ミュラー、鈴木圭介、江ー徹、市川猿之助、蜷川幸夫、浅利啓太のアシスタントを務める。後藤記念文化賞オペラ新人賞受賞、ローム音楽財団の女性を得て、ヨーロッパ各地で研修。 1994年、日生劇場、マダンの伊手によりオペラ演出デビュー。以降、NHK 公共楽団、シャルル・デュトは音楽監督就任記念コンサート、家系代のジャンヌ・ダルク、トラワレビト、レクイエム、埼玉芸術劇場、トゥーランドット、2002年読売日本、公共楽団創立40周年記念、パルジファル、 2003年愛知県芸術劇場会場10周年、記念公演、仮面舞踏会などを演出。東京シティフィル、オーケストラルオペラシリーズ、リングでは、舞台とオーケストラが共存する新たな演出空間を創造した。新国立劇場会外調査員、専門食卓を経て、日清劇場評議員、同シニアアドバイザー、彩りの国際多摩芸術劇場参与、 東京芸術大学非常勤講師、日生劇場芸術産業歴任。ありがとうございます。